皆さんこんにちは、ライフハックアニメーションです。突然ですが、病は気からという有名なことわざがありますよね。ご存知の方も多いかと思いますが、このことわざは一般的に病気は心の持ち方次第で軽くもなるし重くもなるという意味で使われています。昔から使われているこのことわざ、確かに前向きに治療に取り組んで完全に回復した人の話などを聞くと、病は気からという視点もあながち的外れではないような気がします。しかし現代医学に慣れ親しんでいる私たちからすると、にわかに信じがたいところもありませんか？例えば、病気は体の問題だから心は関係ないんじゃない？気持ち次第で体の症状が良くなるなんて気休めでしょ？なりたくて病気になっているわけじゃない、だいたい気持ちの持ちようで病気が治るならそもそも医者はいらないでしょと、こんな風に思われてしまうのも無理はありません。そしてもちろん、私たちの経験上、薬を飲んだり、場合によっては手術をしなければならなかったりと、医学・生理学的アプローチの方が効く病も確かにあります。ただ実はこれからお話しするように、体の不調は認知的アプローチによって早い段階で気づき対処できる可能性があります。つまり体と心の関係を知っておくことで未然に防げる体の不調もあるのです。そこで今日の動画では、体に現れる不調と心の関係について、認知的・脳科学的視点を交えながら解説していきます。もしもあなたが何らかの体の不調と戦っているとしたら、この動画は今までとは違った視点をもたらし、その不調を改善するためのヒントになるかもしれません。ぜひ最後までお楽しみください。心と体の関係。まずはじめに、体と心の関係について簡単に触れておきましょう。以前のこちらの動画でも何度かお話ししましたが、自己イメージと行動、そして自己イメージと体の間には関係があることが知られています。例えば、酸っぱいレモンに思いっきりかぶりつくところをちょっとイメージしてみてください。実際にはレモンを食べていないのに、イメージしただけで口の中に唾液が出てきませんでしたか？このように、人間は基本的に心に何かを思い描くだけで、イメージした行動による心理的効果のみならず、身体的効果も現れてしまう仕組みになっています。このことはレモンのような物体に関するイメージだけではなく、自分に対して自分が持っている自己認識に関しても言えることです。一体どういうことかと言いますと、自分に対する思い込みが自分の行動に影響を与えているということです。そして行動とは突き詰めると、体を動かすことです。例えば、生まれて初めて自転車というものを知ってそれに乗ろうとする場合、どうしても体の動かし方がぎこちなくなります。これは自転車に乗っている自分という自己イメージができていないからです。また、もっと単純な例を挙げれば、面白いと思ったら吹き出してしまう、悲しいと思ったら涙が出る、このことも突き詰めれば、心に生じた感情というものが体の動きに影響を与えているということです。まとめると、自分に対する思い込みや感情が自分の体の動きに影響を与えているということです。ここまでで心と体には関係があるということがお分かりいただけたかと思います。しかし、ここで新たな疑問が生まれてきます。それは、心が体に影響を与えているとしたら、なりたくもない病気になるのはなぜ？という疑問です。その理由を解説するために、心と体の関係をもう少し掘り下げてみましょう。病気とは、欲求や感情の抑圧の結果生じる。あなたが悩んでいる症状の背後には、無意識というものが深く関わっています。人間の意識には、自覚できる領域と自覚できない領域があります。これらは、精神分析学者のフロイトが顕在意識と無意識と呼んだ領域のことです。ここで重要なことは、無意識と顕在意識が違うことを考えていた場合、無意識が勝つということです。例えば、心臓の動きというのは無意識で制御されているため、私たちが顕在意識でどんなに止まれと思っても止められるものではありませんよね。このことは体の症状に関しても言えます。もしもあなたがなりたくもない病気になってしまった場合、顕在意識と無意識が違うことを考えていて、無意識が病気になることを望んでいる可能性があります。では無意識はなぜわざわざ病気になることを望むのでしょうか？それは、抑圧された欲求や感情を解放するためです。例えば、仕事が忙しくて辛いであれば、病気になれば仕事を休める。親が構ってくれなくて寂しいであれば、病気になれば親の心を引き留めておける。試験に受かるか不安であれば、病気になれば試験を受けなくても良くなる。というように、病気といった不調の背景には、抑圧されてきた欲求や感情が隠されているかもしれません。そして、この欲求や感情を満たすための手段として、体が病気になろうとするのです。顕在意識からすると、これは実に困った話なのですが、症状を改善するためには、抑圧されている欲求や感情にまずは気づいてあげることが、体の不調を改善するための近道です。このように、人間の意識というのは実に複雑なもので、症状を改善したいのであれば、無意識下に抑圧された欲求や感情にもっと目を向け、
それが抑えきれず溢れてくる前に解消してあげるように働きかけてあげることが重要なのです。ここまでをまとめると、体の不調の背後には心の不調があり、自分自身が無意識的にどんなことに対してどれくらいの我慢やストレスを溜めているかに気づくことが重要なのです。それでは、体の不調から心にアプローチする具体的な方法ってあるのでしょうか。まず、何に対して我慢やストレスを感じるのかは人それぞれですし、症状によっても対処法が変わってくるでしょう。とはいえ、自分がどのくらい我慢やストレスを感じているかを測る一つの指標があると便利ですよね。そこでご紹介するのが、病の5段階というものです。病の5段階とは、体の症状を自分が溜めているストレスの度合いに応じて、次のように階層化したものです。第1段階、本能的な欲求を感じる段階。第2段階、体の恒常性に違和感が生じる段階。第3段階、感覚器官に異常が生じる段階。第4段階、異常が慢性化する段階。第5段階、腫瘍となって表面化する段階。第1段階から下に行けば行くほど、溜まったストレス、つまり抑圧された欲求や感情が体の深い部分に影響を及ぼしているということを示しています。つまり、病の5段階を心に留めておき、自分の現状と照らし合わせることで、自分が無意識的にどのくらいのストレスを溜めているのかを測るバロメーターになるのです。そして、自分の心の不調に気づきやすくなり、病気の重篤化を未然に防ぐことにもつながります。それでは、第1段階から順に見ていきましょう。第1段階、本能的な欲求を感じる段階。第1段階は、体の本能的欲求の段階です。例えば、食欲、睡眠欲、性欲などが関係します。この他に感情表現も第一段階に関係するので、怒りや悲しみといった感情を長時間感じているとき、すでにこの第一段階にいると言えます。第二段階、体の恒常性に違和感が生じる段階。次に第二段階では、排泄力、血液循環、呼吸、ホルモンバランスなど、基本的な体の維持機能、恒常性機能に影響が出始めます。この段階では、なんとなく調子が悪いという感じで、病気というほどの不調は出ないことが多いので、大抵の場合は変化に気づいても放置されてしまいます。第3段階、感覚器官に異常が生じる段階。第3段階では、目、耳、鼻、皮膚、口、歯といった感覚器官に影響が出始めます。このあたりから自覚できる不調が出始めます。例えば、発熱、虫歯、中耳炎、湿疹、喉の痛みなど急性の炎症が起こり始めたら第3段階だと言えるでしょう。第4段階、異常が慢性化する段階。第4段階は第3段階の症状が慢性化する段階です。この段階では感覚器官だけではなく、慢性的な膝の関節炎、肝炎、皮膚炎などへ波及していきます。その結果、体全体に影響を及ぼす病気へと変化していきます。例えば、糖尿病などの代謝疾患、動脈硬化などの変性疾患、アトピー性皮膚炎などの自己免疫疾患などが第4段階に当てはまる病気です。ちなみに、どの場所に病気が現れるかは、抑圧されている欲求や感情の内容、個人の体質にもよるので、一概にはわかりませんが、共通点としては、血液やリンパ液などの体内循環に関わる病気が現れるという点です。第5段階、腫瘍となって表面化される段階。最終段階である第5段階は、いわゆる腫瘍が形成される段階です。ここまで来ると、最初は目に見えなかった欲求や感情の蓄積が、目に見える腫瘍となって現れます。自分の健康を守り抜くためには、この段階に到達する前に、抑圧されている欲求や感情に気づくことが重要です。これらの5段階が、抑圧された欲求や感情が病気となって表面化してくる5段階ですが、それらの段階が先に進んでどんどん症状が悪化してしまう前に、早期に気づき、抑圧されたストレスを解消してあげることが必要なのです。以上いかがでしたか？今日の動画では、体に現れる不調と心の関係について、認知的、脳科学的視点を交えながら解説しました。体の不調が現れる原因の一つは、自分では自覚していない無意識の領域に抑圧された欲求や感情があることにあります。抑圧された欲求や感情の種類は人によって違うと思いますが、どのくらい抑圧されているか、つまり自分にどのくらいストレスが溜まっているかに自分で気づくことは重要です。そこで、体の不調に早い段階で対処するための一つの指標として、病の5段階というものをご紹介しました。体に何らかの症状が現れた場合に、できるだけ早い段階で心の不調に気づければ、大きな病へと発展することを未然に防ぐことにもつながります。そのためにもぜひ、病の5段階の知識を頭の片隅に入れておいてください。この動画の内容が何か一つでもあなたのお役に立てておりましたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。